武人が我が軍に有利。山頂より一気に敵本陣を落とすのです。明智軍は天王山へ陣取り、勢いづいた。我が山頂をダッシュし、戦意をくじいて。無茶をするな。こいつに掴むか。根元に敵を引きつけておくから慎重に進め。 三成の言う通りだ。山頂を奪わない限り巻き返しは厳しい。つまり山頂さえ奪っちまえば俺らの勝ちってことだな。止まれない。三成の周りには随分と前のような連中が多いし。 敵は一掃したな。あとは木を投げて山頂を攻めるだけだ。山頂を確実に奪うには不動の山岳取りで見るものに頼むとする。麓の戦いが激しくなっているようですね。山頂は狙ってこないのでしょうか。敵を山頂から誘い出せない。 偽の電流を仕込んでおこう。申し上げます。敵橋場軍は麓を向け我ら明智軍本陣を攻める模様。なんだと。この守りは固めよ。開門。任せておけ。 潜ませた伏兵が役に立つのならば、奴らを山道に誘い出して叩くとしよう。うまく叩くことよりもここで伏兵の出番だ。 浮き足立っています。今なら確実に山頂を奪える。失礼策が当たったか。今こそ山頂を奪うのだ。葵は開門。山頂さえ押さえ 形勢逆転できるはずだ。天王山の山頂を奪ったぞ。あとは光秀を討ち取るのみだ。歴史で突っ走っているようで戦場をよく見る。 面白い。敵が使っていた抜け道がある。そこを抜けて敵本陣に攻め込んでやる。よく頭で回る男だ。手元からも進軍させ、攻撃の形で援護するぞ。 殿のため、俺も時代に抗う。狙うは秀吉の本陣。開門。任せておけ。この戦に敗北は許されぬ。邪魔する者は私が排除する。 本陣を落とされたら、ここまでの奮戦が無駄になる。
日本人の危機を乗り切る。あとは敵本人のみ。あの砦を落とせば道は開く。 やはり伏兵か。これで孝行の憂いは立てたな。 落ち着け、バカ。どっから敵が出てくるかわからないぞ。あの人に影響されたわけじゃないけど、私も一肌、よいじゃんかな。任せておけ。大門、こちらの動きに気づかれていたか。こうなっては強引に抜くしかないな。 覚悟の違いよ。任せておけ。任せておけ。すら転がせぬとは。敵は手強そうなのじゃ。これで敵本陣までの道は開けた。この勢いで光秀を撃つ。 作戦の順調に進んだ。地元の部隊は進軍を早めた。行くぞ。 邪魔な敵は大方排除できた。もはや後には引けない。この戦に勝ち、私が新たな天下を作る。流れを止めた。残すは光秀のみ。 この勝利は必然。流れは最初から秀吉様にあった。これで新たな時代の中心に秀吉様が立つことになるのだな。